それでは。行ってきます。これに戻りましてござりまする。何か食べる。いただきます。
それでは。行ってきます。
見ておれ、稲崎散歩。こっちじゃ、こっちじゃ、こっちじゃ、どこを見ておれ、と、いけI'm sorry.
では行ってきます。行け！
こっちじゃ。そこ。泥を使ってみよう。
やせたと思うぞ。田んぼから水を出すんだな。なんか作るかや。それでは行ってきます。
体のみを動かす。これが無双の極地。
ながら美しき仕事じゃ。水をかけ流しにしてみるか。浅めに水を張ったぞ。田んぼに水を入れよう。それなりに水を張ったぞ。行け！それ！
見ておれ。俺に戻りましてございまする。田んぼに水を入れよう。水を張ったぞ。いただきます。ポカポカと暖かいの。それでは。行ってきます。もらった。こっちじゃ。行け。行け。それ。はっ。ちょっ。
見ておる。こっちじゃ。逃がさん。それ！
どうした？こんな夜更けに。砦が気になるか？ここのところなかなか眠りにつけぬのです。鬼の長がもし石丸であれば考えると。考えすぎじゃとは思うがの。まあ一応聞いてやるわ。話したいことがあるなら話してみよう。それがしと石丸は同じ山賊一味に属しております。頭は貝丸の父にござりまする。貝丸は山賊の子じゃったのか。山賊と申しましても盗みを働く相手は強欲な領主や無法極まる僧兵など、我らの仲間ははぐれ者ばかり。寺から逃げ出した者、戦で村を焼かれた者、様々ですな。それがしは落ち武者として行き場をなくしたところを拾われ、頭と貝丸、そして石丸に出会ったのでございまする。しまった、この話。
一味に迎えられたものの、ご存知の通りそれがしは刀を振るうのが大の苦手、やはり使い物にはなりませなんだ。せめて山中の隠し田の世話でもと。そこは皆まで言わんでよい。少し飛ばして続けよう。そんなこんなで石丸には何かと目の敵にされ申したが、田植門とはそんなそれがしを頭が面白がりつけた名なのでござりまする。よし、大体分かった。皆、頭にはまことに世話になり申した。しかしあの夜、石丸は頭を切り自ら一味を牛耳ったのです。あ、死んだか。貝丸の父は。かねてより石丸は頭のやり方に異を唱えておりました。人はどのように汚い真似をしてでも生き抜き、ただひたすらに強くあるべきだと。人の売り買いもあやつが選んだ手の一つ。その品の中には見るて金結もおりました。それがしには石丸を倒す力はござらぬ。そこで皆を連れ幾日も山中を逃げ回り、深い霧の中、雨の浮き橋にたどり着いたのです。追ってきた石丸と共に。さくら様、度重なるお願い誠に恐縮ではござりまする。しかしもし鬼を率いている者が石丸であれば、どうかどうか殺さぬようお計らいいただけませぬか。よさんか。それにしてもお主、その石丸のことを何故そこまで気にかけるんじゃ。あやつは戦で一族を皆殺しにされた生き残り、金太や結衣のように戦に道をいがめられた一人の子なのです。それがしは侍でありながら何の助けにもなれませなんだ。もしまだ奴を修羅の道から外すことができるのであれば、どのようなことでもいたしまする。やれやれ、いつもいつもお主は大げさなんじゃ。安心しろ、その願い叶えてやろう。なんたってわしは神様じゃからな。鬼の長がまことに石丸であれば、じゃが。ありがたき幸せ。ああもう、そういうのはやめようと申しておるに。表をあげんか。もう少し自身を大切にするがよいぞ。お主が思っておるより、ここでは皆が頼りにしておるのだからな。さようでござりまする。おや、これからも頼むぞ、田植えもんよ。雨か、雨は嫌いや。田んぼから水を出すんじゃな。
なんか作るかや。
Yeah!
暑くて死にそうじゃ。Just click.
ぞ。水を張ったぞ。
いただきます。風が強いの。
それでは行ってきます。と、どっかどんよりしておるとは。
それでは行ってきます。
何か食べる。いただきます。風が強いな。千葉こきとやらを使ってみよう。便利なものを考えおったな。金太のフニウスを使ってみるか。これは楽しいぞ。秋が来ないぞ。よし、もうひと踏ん張りじゃ。輝き、これぞ白米じゃ。我ながら恐ろしき才のさえ、やはり神。何か食べるますか。いただきます。
霧に包まれた山々とはいえ、これほどの城があれば峠からも影くらいは見えるはずですじゃ。それに加え、竹レビ様の砦とは明らかに異なる様式。鬼どもを滑る何者かがここしばらくのうちに建てたとみて間違いございませぬ。鬼の多さとやら、わしらが気づかぬうちにこのような城まで作り仰せるほどの力を持っておるのか。さて、いかがなさいますかな、おひいさま。ここまで来たんじゃ、ぶっ潰すに決まっておら。どこを見ておる。いけ、どこを見ておれ。どこを見ておれ。もらった。それいけ、こっちじゃ。それどこを見ておれ。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 もらった。こっちじゃ。稲崎散歩。どこを見ておれ。ラーチャー。それ、それ、それと、それ稲崎散歩。こっちじゃと、どこを見ておれ。稲崎散歩。こっちじゃと、こっちじゃそれどんでしょ。こっちじゃだ。どんでしょ。Thank you.
こっちじゃ。それ。それ。それ。だ。こっちじゃ。よっしゃ。無駄じゃ。どこを見ておる。いけ。そこ、こっちじゃ。そこ、それ。どこを見ておる。稲作散歩。こっちじゃ。どっこいしょ。無駄じゃ。さあ稲作散歩。甘い。ほっ。ほっ。ほっ。いけ。空がどんよりしているとは。
やはりこやつであったか。眠っておるのか。しかしこの凄まじい邪気、ヒゲにビシビシきますぞ。紛れもなくこやつが鬼どもの長でありましょう。ほう、誰かと思えば橋であったガキじゃねえか。久しぶりじゃの。しばらく見ぬうちにえらく強い気をまとうようになったもんじゃ。まあな、てめえらよりもずいぶん前にこの島にたどり着いたからな。磨き上げるだけの暇はあったというわけだ。わしらが島に来たのを知っておって何故本気で攻めてこなんだ。こっちはこっちで手一杯でな、今にも暴れ出しそうな輩を抑えるのに手を焼いていたのさ。ままならねえもんだ。何にせよこれまでじゃな。手下の鬼は総崩れ、もはやお主で最後よ。諦めて降参してもよいのだぞ。最後だと？これまではただの化粧戦だ。てめえはまだ何も倒しちゃいねえし、何も倒せやしねえ。この俺一人すらもな。橋での借りを返させてもらう。その次は頭と、あの女やガキどもだ。来ますぞ、お姫様。こやつを止める。さあ、ヒットする。こっちじゃ。とはっだ。それとだ。こっちじゃ。稲崎散歩。どこを見ておる。稲崎散歩。こっちじゃ。えいだ。こっちじゃ。さあ、ヒットする。それ稲崎散歩。どこを見ておる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 。こっちじゃ。それ稲崎散歩。どこを見ておる。こっちじゃ。それ引き切った。稲崎散歩。こっちじゃ。はっ。どこを見ておる。稲崎散歩。はっだ。ぜーどこを見ておる。どっこいしょ。それどっこいしょ。それこっちじゃ。どこを見ておる。稲崎散歩。こっちじゃ。どこを見ておる。どこを見ておる。どっこいしょ。どっこいしょ。こっちじゃ。もらった。こっちじゃ。さあ、じっとしてこっちじゃ。稲崎散歩。どこを見ておる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 。それどこいしょ。どこを見ておる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 。それどこを見ておる。どこを見ておる。それこっちじゃ。どこを見ておる。それ稲崎散歩。それ稲崎散歩。こっちじゃ。こっちじゃ。どこを見ておる。やったやったか。そのざまではこれで見逃してやるから。殺すな。お主はすぐには難しいかもしれんが。あめえな。それに今頃はな。おひいさん。山がどういうことじゃ。てめえらも聞いたことくらいは。おバカな。確かに。だが死んじゃい。なんというこの島にたどり着いたばかりと風俗の匂い。
俺は奴の傷を癒す手伝いを共に都を滅ぼした暁には見える。目覚めただけでこの何しろ神々の都ハハおのれ、お待ちくだされ。今あやつを撃っても何にもなりませぬ。だが、だがあやつが報いを受けるのはこれからですじゃ。鬼の力もない人の子がこの島でまともに生きていけるかは。そうじゃな。しかし、もうじいよ。おひいさまは今では都の神々の中でも、しかし未だ御父タケリビ様にはおそらくは都の神がそう。せめてタケリビ様、おひいさま、ご両親が出会った、おひいさまが人の子らとお助け合っ。それはもちろんそうじゃが、前に羽衣の力の話をいたしましたな。それは裏を返せば対価を払えば力が手に入るという意味にもございます。何が言いたいんじゃ。今こそ羽衣に隠されたすべての、その羽衣の真の名は伊勢渡りの秘令。誰が何の目的で、しかし大水地がいかに強い攻め手を打とうとも異なる世に送ってしまえば、そしてこの玉を、真剣星玉の剣を溶かして打ち直し、真剣の力を備えし農具であれば、大水地の鱗といえど否、この玉のすべ。溶かして打ち直すじゃと何を申しておるんじゃ。しっかりこの玉を宿すは、溶かして打ち伸ばし他の鉄を足し合う。そんな、たった一人でわしを育ててくれた。お優しいおひいさま、嬉しゅうございますぞ。しかしこの玉はタケリビ様と共に幾多の戦を駆け抜け、それは本望にございます。嫌じゃ。そもそもそこまでしたところで、不尊なる大水地めに。くだらんぞ。そんなものが何になる。そうじゃ、金太が申した通りじゃ。よいか、こんな話は二度とするでない。おひいさま、泥、いや灰混じりの雨か。とりあえず家に帰りましょう。寄せたんだ。どうにか皆を逃がすことができたが、家や田は守れなかった。すまない。よかった、皆生きておるのじゃな。それで今どこにいる。近くの頃だ、ついてこい。佐久野様、ジイ殿。佐久野、無事だったすか、神様。揃っておるな。みな、大事なく何よりじゃった。鬼どもの大軍がなんとか皆を逃がし、蔵の中身も少しは持ち出せましたが、家も。佐久野様があれだけ手塩にかけられた玉を。
あのウサギ鬼だ。サクナが西の砦さ向かってから傷も言えねえうちに何度か峠から張って出ること、その都度麓で倒れてるのを連れ戻してたんだけんとも、他だからあの時済んでしまったことは仕方あるまい。はっ、これからこれからってなんだべ、もう終わりだ、何もかも終わり。私たちは…そうじゃの、家も田も壊されてしまった。ここから立て直すにもこの灰混じりの雨では終わりか。持ち出した荷の中にむしろがござりまする。それで田を覆えば、ここにある分だけで。それでは雨が止んだらまた一から始めるのです。家や小屋は立て直せばよい。くそ、おっさん、いい加減にしろ。ちっと黙れ。ガイマール、目をこすってはいけません。わからん、わからんの。おひいさま、どちらに。川屋じゃ川屋、もうないんじゃったな。またここに来てしまったの。あの時はなんで来たんじゃったか。今年一年、お主らの申した通り頑張ったではないか。毎日毎日狩りに赴き、田んぼとお主らの面倒を見、なのにこんなものまで口にせねばならんとは一体どういうことじゃ。何も良くなってはおらんではないか。何も良くなってはおらんではないか。まさに今がそれじゃ。似たような理由で逃げてきたんじゃの。自分では大きく変わった気でおったのに。いやはや、なんたるざまか。あの時は玉じいと田植えもんが迎えに来てくれたが、こたびばかりは皆自分のことで精一杯か。今は吹雪もない。漕ぎ出せば都とは行かずとも、どこか違う島にはたどり着けるのではないか。それともまた戻ってくるだけかの。牛がいなくなれば皆この島では生きてはいけぬであろうな。都に帰れば、わしと玉爺は助かるかもしれんが、大水地が来ると知って、カムヒツキ様や他の神々が、人の子の面倒まで見てくれるとは思えん。足蜘蛛やカッパどもに至っては、都に受け入れてすらもらえんじゃろ。皆のことが好きじゃ。この島での日々が好きじゃ。そうじゃ。それを守れるのは、守りたいのはこのわし、桜姫を置いて他におらんのじゃ。このようなものがあるから。あ、あら、ごめん、遊ばせ。約束通り様子を見に来ましたよ、さくなさん。ところで、今何か船にぶつかりましたか？いや、いい。とにかく案内する。
お帰りなさいませ、サクナ様。おう、遅かったのや。みんな待ってたっちゃ、神様。はい。お帰りなさい、サクナ。そちらの方は？お初にお目にかかります、心は姫と申します。おめ、友達おったんかよ。失礼なことを申すでないわ。それよりこれはどういうことだ。ほんとな、結局みんなで話し合ってやり直すことにしたんだべ。何はなくとも、まずはスミカからと急ぎ仮住まいを立ててはみたのですが、我ながらひどいものにござりましてな。ちゃんとした家も早く作ってくださいね。雨漏り隙間風、なんでも食いだっちゃ。うんうん、むしろおひいさま、必ずお戻りになると信じておりましたぞ。ご覧くだされ、人の子らのなんとたくましいことよ。神である我らも負けてはおられませぬな。ああ、まったくじゃ。おいおい、また手鎖の団子か。獅子も身もねえんじゃ、あれだけマシだべっちゃ。おいは、おいらの言葉でなかったかや。私は好きですけどね。おいはおらぬ。まともに覚えてるのはカイマルだけでねか。さて、これからが大変には違いないが、今宵のところは笑って乗り切ろうではないか。おひいさまからも何かお一言。そうじゃない。それでは手鎖団子を改め出直し団子をいただくとしよう。これをもってわしらはまた始まるのじゃ。皆の者、空のお椀を掲げよう。またうまい米を作るぞ。作るぞ。何から始めたものか。うわ、土がなんかベタベタしとるぞ。小声の減りが著しいの。やはり灰混じりの雨が降ったせいか、ここまで荒れてしまうでは土を入れ替えねばならんかな。土を入れ替えて良くなるものなのですか。まあ今よりはマシになるかもしれんが、土は育てるものなんじゃ。噴火の前に戻れるわけではない。入れ替えたら一からやり直しじゃ。ならばまずはこの土から灰だけを除くことを考えてみましょう。灰だけを、そのようなことができるのか。今こうして土がベタついているということは、水を目いっぱい入れて田を起こせば重い土は沈み。お主、あったまええの。よし、ではでかい石をどかし、水をたっぷり入れて土を起こしてやろう。さてと、水をかけ流しにしてみるか。さてと、
よーく耕して土を柔らかくするぞ。今の我々にとってはいずれの地もその灰を受けてきたのだ。確かに一度でも灰をかぶったら取り返しがつかないのでそうでないわけ。心はすみません。まことにそれではコショ蔵を頼れば。そうか。使ってみよう。すっかり良くなった。ミルテの手当てが効いたようだ。そうかそうか、よかったの。それで何か用があるんだろう。東の森の周辺で我が足蜘蛛族のヨモツガミがうろついているようだ。今のところ害はないが、カッパたちが怯えている。またか。それで足りなかったとなればキャツは火をつかさどる。そうか、奴はヨモツホムス。その力、大水木にも比類すると言われる。おいおい、しかし、あやつ…すでに大水木の支配下にあるこの地では。すまんな、アシ…いや。カッパどもやこの峠に類が及ばんよ。いただきます。
るわ。안죽었더니낫죠에Thank you.